さあ始まりました、頑張れランカツ C でございますということで、10時20分でございます。私司会の吉本興業井上真と申します。そしてお相手はいつもの通りこの方です。どうぞ。ランカツ C 浅田です。はい、よろしくお願いいたします。いや浅田さん、5月ももう15日ということで、今日ちょっと天気が、雨降りそうな。今日降るんですかね。わかんないですね。どうだろう。今日ディレクター雨ですか。今日大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとうございます。言っちゃいましたね。なんかあったら葛飾 FM のね、はい、大久保ディレクターまで苦情の方、はい、洗濯物は濡れたんだけど、はい、みたいな話をいただければいいんじゃないかということでございます。さあ今日はですね、なんとスタジオ賑やかでございます。いや今日スペシャルゲストです、この番組ね、南葛 SC という葛飾から J リーグを目指している、チーム、のね、応援をしているサッカー番組でございますけれども、はい、今日はそこから なんとね、ビッグなゲストをお呼びしておりますので、どうしましょう。後ほど紹介しましょうか。今紹介しちゃいましょうか。どっちしょうか。後ほどにしましょう。そうしましょうか。わかりました。ということでお楽しみに聞いていただきたいと思います。今週末は試合もございます。そんな情報も盛りだくさんで今日もお送りしていきたいと思います。それではいきましょう。今週も頑張れ南葛 SC、 みんなでキックオフ。そうだよね。説明してないもん。さあ改めまして、頑張れ南葛 SC、 葛飾から J リーグを目指しております、キャプテン翼の原作者高橋純一先生が発起人となりまして、今トリーグ2部で戦っております、上から数えて J8 で戦っているこのチーム、応援していこうというそんな番組でございます。私司会の井上真と、そして南葛 SC 浅田です。はい、それでは早速ご紹介しましょう。本日のゲストでございます。まずは一声お願いします。デイビソン・カハバル・ジェシーズ、お願いします。いや、デイビソン、ようこそ、ね、ウェルカム・トゥ・ジャパンということですけれども、ね、通訳のマサさんが横で訳してもらいましたけどね、もうお一方いらっしゃってます。この方です、どうぞ。おはようございます。レオ・ゴミス、お願いします。レオ、ようこそ、ようこそ、ね、さっきはちょっとポッドキャストね、無理やり撮らせてもらっちゃいましたけど、二人改めてこれね、生放送なんですよ。葛飾 FM さんで生で流れてるんですけど、どんな気持ちですか今、レオさん。僕ね、ボーズちょっと緊張してます。いや全然そんなふうに見えないわ。お二人若いんですよね。レピソンいくつでしたっけ。25アンス。25歳です、ね。25アンス。25歳。レオは。21アンス。21歳です、ね。21歳。すごい若いですね、浅田さん。若いですね。ね。エネルギッシュで。2人はもちろんね、南葛 SC に今季から加入しました、はい、サッカー選手。そうです。ね。はい、そうだ、それ基本的なこと僕はお伝えしてなかったんですけど、2人は。どこの国から来たんでしたっけ。ブラジル。わお、レオはブラジル。わお、ブラジルって僕ちょっと聞いたことあるんですけど、すごくサッカー上手い人多いんですよね。全身でバスタンチョガド、いっぱいいますね。2人何歳ぐらいからやってたんですか。Eu comecei a jogar futebol com 14 anos。14歳から。あ、意外と遅かったの？デビューは。Foi quando eu saí de casa primeira vez。その時に初めて家を出ました。家を出ました。え、ボールが転がっていっちゃったから追いかけてったの？Se pra pegar bola。Saí de casa pra pegar bola。よかった、なんとか伝わったみたいで。そうなのね。あ、そう。レオは何歳から？あ、eu acho que dentro da barriga da minha mãe já jogava bola、já jogava futebol。あ、もうお母さんのお腹にいる時にはもうボール蹴ってます。すごい、ナイスコメント。でもレオだって、レオは何歳からって僕が聞いた時ももう予測して答えましたよね、マサさんが訳す前に。すごい、やっぱりそういうコメント力というか、同じこと聞かれると思って、ね、しかもジョークも仕込んでたもんね今ね。私今日本人。さすが。だってこの間ね、浅田さん、お二人は来日したばっかりなんでしょ。そうですね、はい、ね、日本に来たばっかり。それでこんなラジオでも喋れてね、ジョークも言えたらやっぱすごいよね。二人ともあの日本語の本当に覚えるのが早いというか、すごく選手ともコミュニケーション取って本当に一生懸命日本語を勉強してると思います。なるほど、はい、なんか南葛 SC のチームで仲いい選手とかもうできたんですか。
なんかこう一緒に練習ふざけたりとか。みんな仲いいんじゃないですか。みんな仲いい。デビューは山本、近藤、うん、大和、あ、ピキタ選手、はい、うん、近藤選手とか、砂岡選手とか、あ、はい、結構ね、いいメンバーですね。あ、なんか目に浮かびます、仲良くしてるのが。レオは、あ、みんな、どもん、本当です。あ、もうみんなですね、もう、うん、もうもちろん。なんか2人見てるとね、浅田さん、思います。なんか笑顔がすごくいいですよね。そう、本当そうです。笑顔がいいです、うん、2人とも好青年ですよ。今日僕はあの放送前に2人に初めてね会えるって聞いたから、すごく楽しみにしてたんですよ、うん、でもちょっとどうしよう、なんかナーバスな人たちだったり、ちょっとなんかオラオラな人たちだったらどうしようかな、ちょっと一回失敗したんですよ。嬉しい、すごいね。あの葛飾区はどうですか、この辺であのご飯食べたりして、なんか美味しいもんとか。É uma cidade muito boa, tranquila, calma. もうあのすごくいい街だと思います。落ち着いてて過ごしやすくて。自分の生まれた街と比べるとレオどう？Ah, muito bom. Adorei. Meu morar minha vida toda aqui no Japão. あの比べてもすごくいい街で、もうこれからずっと住んでいきたいと思ってます。そうなのね。で2人はだってまだ20代前半で、遠くブラジルから初めて日本に住んで、はい、まだ何ヶ月っていう感じでしょ。そうですね、ね、うん、なんかこう寂しかったりとか、なんかそういうストレスとかって感じてないの？Não, só... 感じてなさそうだけど。Às vezes bate saudade só da namorada, da família.Mas no mais tá tudo tranquilo. あのたまにこう、うん、恋人のことだったか。あ、恋人いんの？家族のことだ。ちょっと恋人いんの？ブラジルに？え、先生。うわあ、ブリーンって感じ？ちょっとごめんなさい、ラジオとかどうも興奮してマイク叩いちゃったけど。まだまだどう？ナイスバディなのかなと思った。やっぱりそうなんだ。すごいいい顔してますけどね。レオは、レオはなんかだって娘さんが生まれたばっかだっつってね。すん。ねえ、何歳？うん、わ、1歳、1歳の、あら、初めての子供、お子さん。じゃあちょっと寂しいでしょ。あ、でも今あれか、連絡とかあの iPhone とかでこう映像スカイプとかできるから。あ、なるほどね、時代が今ね。あ、いつも手振ってる。あーね、あれってちょっとさ、僕も子供ちっちゃいんで分かるんだけど、うん、iPhone で自分のこと喋ってる時の自分の顔ってちっちゃく下に出るじゃん、ね、あんなだらしない自分の顔ないよね。ちょっと笑っちゃわない？もう見てこうびっくりします、ね、顔の自分の緩みにね。わかるわかる。そうだね、まだデビューはあのお子さんはいないんでしょ。 No, no. あ、彼女心配じゃない？だって故郷で。Tem que jogar bastante futebol ainda para ter filho. Não, 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 não. 面白いこと言ったでしょ。まだちょっとあの、うん、いっぱいサッカーをしなきゃいけないんで。あ、そうか。なるほど。お二人はまだあの試合の方にはね、トレーニングマッチは何回も出てますけど、あの公式戦の方には出てます。第2節の時に後半で出てるか、はい、そうだそうだそうだ、はい。もう気になるのは今週末日曜日試合があるでしょ。二人は出るのかな。もうファンがみんな待ってるんだけど。Então, essa é a decisão do treinador. Mas estamos à disposição. もうそれはもう監督次第と。それはもうバンコク共通よね、レオは。Eu quero muito jogar. Só que depende do treinador, estou trabalhando firme. もう僕たちは一生懸命トレーニングして。なるほど。まあ、あとは。ムカサ監督はどうですか、二人にとって。どんな人？どんな存在？Muito bom. Tranquilo. Inteligente.あのすごく落ち着いていて、こう落ち着いてる、本当賢くて、でもおやーもう走れよもうレオー、これもう見てるでしょ、レオー、レオー、おい、全然何やってんのか、ね、伝わってますよね。すごいいい笑顔で見てくれるね。そっか、あれさん、ちょっとキャプテン翼のね、はい、ことについて聞きたいんですけど、はい、南葛 SC がそういうキャプテン翼のチームだってことは二人は知ってるのかな。世界中でね、有名なアニメだから、ね、うん、2人も知ってくれてるんで嬉しいんだけど。もちろん知ってると思いますけどね。Sim, sim. Já conhecia pelo desenho. O Brasil é muito famoso. あの、ブラジルでもすごく有名なので、もちろん知ってます。この
Eu cheguei aqui na Katsu e mandei foto dos meus amigos. Oh, na Katsu. Ah, 今ちょっと あの分かった、あのあれでしょ、ブラジルの友達に南葛に入ったんだよって言ったら友達がおお南葛すげえって言うんでしょ、まさにその通りです。そうなの、分かっちゃった今。あなたブラジル人。ありがとう、まあ、ブラジリアンね。そうか。でもブラジルの子供たち、子供たちの頃よく見てたんですか、キャプテン翼。いや、先生、嬉しい。僕も見てた、すごい子供の頃、ね、日本ではキャプテン翼って言うんだけど、向こうではなんて言うの？キャプテン翼。キャプテン翼。あ、シャマバ、スーパーカンピオンズ。スーパーカンピオンズ。キャプテン翼。スーパーカンピオンズ、キャプテン翼。へえ。キャラクターで言うと、じゃあ誰が憧れたんですか？ツバス。やっぱり。やっぱり。ツバス先。太郎美咲は？美咲太郎は？名前が違うのかな。違うかもしれない。そうかもしれないですね。ああ、そっか。ドライブシュート。でもあのやっぱ僕らは日本のね人だから、ブラジルの人はもっともっとね。Acabava de assistir o desenho, tentava imitar os chutes lá do... Oh, não, não dá. あの、アニメ見た後に、その後、すぐこう、試してた。あ、すごい試してた。あの、知ってる？名前違うかもしれないけど、一人が、あの、マサオ、マサオ、ジャンプ、オンザカズオ。ワオ！スカルバリケン！Do you know?ジャンプジャンプジャンプ、ちっちゃい、ごめんなさい、ラジオの前の皆さんちょっと指で表現したのちょっと分かりにくい。あの私子供の頃ね、お兄ちゃんの上でジャンプしようとして、こう股に足ガーンってなってバーンっていう、これは日本の少年はみんな通ってますよね、サッカー少年ね、浅田さんね、間違いないです。そういうのやんなかったね。まだね、でもあのこのトリーグでオーバーヘッドキック、あのユニフォームで決めていないんだよね。そうですね、決めた人がいないの。はい、人間フェイズビスキュレータム、そう、エオファーゼ、僕やります。レオがやってくれる、頼むよ。デビも頼むよ。ボディシャープレイルケレアタカンチ、うん、イントメリーテーマスクワリダディファゼ、もう彼はもう前線の選手なので、うん、そこはもう彼に任せて、あ、あまあね。でもデビもコーナーキックの時とかこう上がってきてこうね、デビすごいっすよ、デビすごいっすね、ヘディング、あの南葛 SC だからもちろん分かってるでしょ、ヘディングする前はものすごい体反って、ね、このぐらいになってヘディングくの字になる。これ伝わってるね。ありがとうございます。なるほどですね。さあ浅田さん、そしたらいよいよね、もうお時間もあれなんで、もうすごい楽しい話で盛り上がっちゃったんですけども、はい、週末の話ね、なんですけども、今週末は相手は何ていうところでしたっけ、SC スチームさんです。はい、はい、SC スチームさんというとこと戦います、今週末。はい、時間は18時45分から45分になります、はい、21日でございます、はい、ぜひ葛飾区総合陸上競技場ね、スポーツセンター陸上競技場に来ていただきたいと思うんですけれども、はい、いやじゃあお二人に最後にね質問なんですけれども、試合に出れるスタメンだとします、どんな姿を見せますか、お客さんに、ファンの皆さん楽しみにしてます。じゃあデビさん、うん、フォーサー、precisão nos passes e personalidade. Oh, ah, isso aí. 強さと、あとは前線のパスと。強そうですもんね。大きいし体も。2メートルぐらいあります？どうですか？でも80何センチありますよね。ありますね。じゃあ、187。じゃあ、守ってくださいね。無失点で出たとしたら。Sim, sim. もう南葛の壁になってください。南葛のノートマゴ。おー、サンキューベリーマッチ。オブリガード。じゃあ、レオさん、出たら何してくれますか？頑張って、南葛。おー、行こう行こう。じゃあ、頑張って、なんかベンチで応援してるみたいな感じになっちゃったから。出て、ぜひね、点を決めてほしい。フォワードの選手とかね。スクレータ、ハース、ボンタージ、フォース、ゴールね。プリスポーメンチ。もう、やっぱ一番ゴールですね。あとは、もう、オーバーヘッドキックの。やったー、約束していただきました。レオの
大前敵が飛び出しますんでね、楽しみにしてます。いや今日も時間なんですけど本当に楽しい時間でした。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもねちょっとあのねごちゃごちゃしてましたけども、南葛ACには本当に息のいい若者が、そしてこうやってね地球の裏側から盛り上げに来てくれたね、こういう仲間がたくさん増えていますね、浅田さん。はい、ということでもう本当にあのぜひ一回試合を見に来ていただいて、今日のお二人の表情とかすごく笑顔が素敵で、きっとねスタジアムで見に来てくれたら送りもしますんでね、そうですね、握手したり、はい、サインもらったりできます、はい、絶対好きになってくれると思いますんでね、ぜひ、このアマチュア時代のね、なんかぜひプロに向かって今爆心中でございますので、ぜひ試合を見に来ていただきたいと思っております。それではお時間ということで、最後にねあの頑張れって僕言ってみんなでなんか C でフィナーレを迎えたいと思います。それでは浅田さん、はい、週末頑張りましょう。よろしくお願いします。来週の月曜日は勝利をお伝えできるように頑張っていきたいと思います、はい、今日は、ゲストにこのお二人をお迎えいたしました。私井上真と浅田さん、そして通訳マサさんと、ゲストはデビさんレオさんのお二人でございました。それではまた来週お会いしましょう。来週も頑張れ、はい、中津市ありがとう、ありがとうございます。